今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は東北にある JRA 唯一の競馬場、福島県の福島競馬場を紹介したいと思います。この福島競馬場、 JRA の競馬場の中では一番地味で一番小さなものだったりします。どんだけ地味かっていうと、それは G1 は無論のこと、 G2 すら一度も開催されていないという不遇っぷり。またどんだけ小さいかというと、ファーストフード店の上にパドックをこしらえなきゃいけないという他ではそうそうないミニマムっぷり。もうね、こんな競馬場そうそうあるもんじゃないです。しかしその一方で、騎手の中でも超レジェンドと縁があったり、馬娘の中でも個性派で知られるツインターボと何かと縁があったりと、話題にはこと欠きません。なので今回はそんな福島競馬場の諸々やツインターボ師匠との関わりなんかをしっかりと紹介していきたいと思います。よっぽどの競馬好きじゃないと、なかなか福島競馬場とか行く機会もないでしょうが、しかし割と味のあるいい競馬場なんで、この機会にぜひぜひ福島競馬場の魅力を知っていただければと思います。当然今回も今回で、福島競馬場のグルメ、俺一押しの競馬飯もしっかりと紹介しますんで、そっちの方も期待しておいてください。全国食べ歩きをしてきた俺のグルメ情報、決して損はさせませんよ。福島競馬場は JRA 日本中央競馬会のローカル競馬場で、名前の通り福島県福島市にある競馬場になります。で、冒頭でもさらっと言った通り、この福島競馬場、 JRA の競馬場の中で一番規模の小さい競馬場になります。どんだけ小さいかっていうと、敷地面積の都合でパドックが建物の2階に建てられているレベル。ちなみにこの1階部分はファーストフードのお店が入っていて、そこまでしなきゃいけないぐらい狭いというありさま。なのでね、レースコースもそんなに大きく作れないという都合上、ここで開催されるレースの大半が未勝利戦か1勝馬クラスという次第。競馬にね、詳しくない人にも分かりやすく言うと、競馬は新馬戦と未勝利クラスが、0勝の馬が出走。で、その次が1勝クラス、2勝クラス、3勝クラスとなって、最終的にはオープンクラスとなるわけなんで、ここ福島競馬場で開催されるレースの大半が一番下のクラスとその次のクラスってことになります。なのでね、基本的に G1 クラスが開催されることもなく、最高でも G3 クラスまで。加えて言えば、グレード制の導入以降、JRA では唯一の G2 格以上の重賞が行われていない競馬場になります。なんてことを言うとね、あれ、それなら以前紹介した小倉競馬場も一緒なんじゃないの?と思う方もいるかもしれませんが、実は厳密に言うと違います。というのも、小倉競馬場も福島競馬場も通常は G3 クラスが4つだけ。で、小倉はうち1つが2歳限定戦で、福島はうち1つが3歳限定戦と、ここまでは非常に似通っているんですが、実は小倉はかつて G2 クラスのレースを開催したことがあったりします。それはね、1999年のことで、この年小倉競馬場の改築工事が行われたんですが、この結果、小倉で行われるべきはずのレースが中京競馬場で開催。で、小倉競馬場が何もなしではちょっとかわいそうっていうことで、中京で行われるべきレースを小倉の工事後に小倉で開催という微妙なシャッフルが行われた結果、東海ウィンターステークス、現在の東海ステークスと、当時 G2 に格付けされていた CBC 賞、現在は G3 格なんですが、この2つの G2 レースが小倉競馬場で開催ということになりました。なので小倉競馬場は臨時的なものではあるけれども、2レースだけ G2 レースを行ったことがある。一方福島競馬場はそういう臨時レースもないんで、未だ G2 以上は開催したことがないというわけなんです。ちなみにレジェンドジョッキーというと、まず皆さんは武豊騎手が浮かぶでしょうし、それ以前のレジェンドというと、岡部幸男元騎手が浮かぶでしょうが、さらにその前に君臨したレジェンドというのをご存知でしょうか。オールド競馬ファンや俺みたいに競馬の歴史を調べるのが好きな人間ならわかるでしょうが、それが
岡部元騎手が記録を更新するまでの日本中央競馬会の通算最多勝記録を樹立していた増沢末雄元騎手。ちなみにこの増沢末雄元騎手は結構遅咲きな方で、初のリーディングを獲得したのが44歳とかなり異例の遅さ。しかし当時大抵のジョッキーが引退していた50代に入っても年間100勝を達成するなど、中年期以降に顕著な活躍を示した結果、いつしか鉄人と呼ばれるようになったという超レジェンド。で、実はこの増沢末雄元騎手が大の得意としていたのが、何を隠そうこの福島競馬場。なんせ通算2016勝のうち実に671勝が福島競馬場というもの。 JRA の競馬場は10畳あるんで、単純計算では10分の1ずつ上げてもおかしくないところ、障害成績の3分の1が福島競馬場で占められているというのはかなり珍しい現象。故に当時から福島競馬場は増沢ジョッキーの庭とも呼ばれていましたし、現在もスタンド1階にある競馬メモリアルコーナーには競馬場の模型や馬の像などのほか、福島競馬場を主戦場に活躍していた増沢元騎手の絵なんかも飾られたりしています。ここまでする競馬場は他にはないんで、やはり福島競馬場が特別、また増沢元騎手が特別っていうことがわかりますな。で、福島競馬場と縁があるレジェンドは騎手だけじゃない。ちゃんとレジェンドホースだっています。まあ正直なところね、 G3 しか開催していない競馬場なんで、 G1 バトロイな、馬娘とはなかなか縁がないかなと思っていたんですが、馬娘の中にもちゃんと福島競馬場と縁が深い娘がいました。それがこのツインターボ。 G1 馬じゃありません。 G3 までしか勝ったことがない馬です。しかしね、 G3 までしか勝ったことがないのにもかかわらず、マニアックな人気があり、その人気だけで馬娘になったかなり稀有な存在。これがツインターボという存在です。ちなみに、史実でのツインターボが実力以上の人気を獲得したのは、中央競馬において最後の個性派とも呼ばれたその走りっぷりから。その走りっぷりは大逃げという極めて特殊な脚質を指します。まあ逃げ、先行、差し、追い込みというね、客室については実際の競馬は無論のこと、馬娘にも実装されているので大抵の方はご存知だと思いますが、ツインターボの大逃げはそのどれにも属さないかなり稀有なものだったりします。まあ大逃げという以上ね、逃げの一種ではあるんですが、逃げがレースの先頭集団の中のトップをあまり後続に差をつけずに走るのに対して、大逃げは最初から用意ドン、後続を離しに離して一人だけ好き勝手に走る、そしてバテたらそのままずるずると交代という、もうね、一か八かの大博打みたいな走りなので、ツインターボが出走した時は勝っても負けてもみんな大笑いしていたという次第。なお、馬娘ツインターボのキャッチフレーズ、ターボ全開限界知らずの爆走馬娘というのも当然この走りっぷりから来ています。ちなみに馬娘ツインターボはいつでも走り回っている全力少女という感じなんですが、一方強気だけど臆病というようなところもあったりします。この辺は実際のツインターボが臆病で気難しい性格をしていて、そのせいで馬群の中で走ることを極端に嫌って、なんだったら他の馬を恐れるあまりに大逃げを打ったっていうところに起因しています。また馬娘ツインターボはムーンウォークを特技としていますが、これは私立のツインターボが大逃げを打った結果、最後の直線で大抵スタミナ切れを起こして一気にスピードダウン、足がほとんど上がらない歩くぐらいの速度になって束にどんどん抜かされていく、その様が逆噴射ムーンウォークと言われたのが由来。こんな名馬そうそういないわけなんで、それもあって未だ人気が絶えないという次第です。なお、このツインターボ、福島競馬場と縁が深いと言いましたが、それもそのはず、なんせツインターボの重賞3勝中2勝がこの福島競馬場である上、重賞初挑戦もこの福島競馬場なら、重賞初制覇もこの福島競馬場、福島競馬場とは切っても切り離せないほどの深い縁があるのだから。
まず最初の重賞勝利は4歳児、現在の2歳児に走った G3 ラジオ短波賞。この時ツインターボは得意の大逃げを打って圧勝。それから2年後の6歳児、現在の5歳児に走った G3 七夕記念でもやはり得意の大逃げを打って圧勝。あと中山競馬場で行われた当時 G3 だったオールカマーでもやはり大逃げを打って圧勝しています。っていうかツインターボは生涯で35戦していますが、逃げを打たなかったのはスタートで大きく出遅れて最下位になったダートの帝王賞ぐらいなんですけどね。通算勝利数はわずか6勝のみでしたが、競馬ファンの記憶にしっかりと残った個性派名馬といえる存在だったと言っていいでしょうな。その証拠に2014年に行われた JRA 60周年記念競争メモリアルレースでは、七夕賞の準メインレースとして伊達天ツインターボカップが実施されています。このレース名はファン投票で決められたものですが、ツインターボは2位のミヤビランベリの倍以上の得票数を獲得して1位をゲット。このことからもツインターボがどれだけ多くの人に愛されたかが分かろうというものですな。そんなツインターボと何かと縁の深い福島競馬場、皆さんも福島に行かれた際にはぜひ足を運んでみていただければと思います。そしてお待ちかねの競馬場グルメ、福島競馬場の競馬飯の方もしっかり紹介しておきましょう。今回紹介するのは福島ならではのラーメン、そう、競馬場内で食べられる喜多方ラーメンです。これは赤い福島競馬場店の喜多方ラーメンになるんですが、このラーメン、競馬場のフードコートのラーメンと侮るなかれ、オーソドックスな澄んだ醤油ベースのスープに手打ち風のちょっと太めの縮れ麺、ご覧の通り、そうそうこういうのでいいんだよ風な昔ながらの味を味わうことができます。日本三大ラーメンの一つ喜多方ラーメンを競馬場で味わうというのもまたオツなもの。皆さんも福島競馬場でのランチに迷われたら、ぜひ赤い福島競馬場店さんの喜多方ラーメンに舌鼓を打っていただければと思います。というわけでお送りしてきました今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル、次回もまたお楽しみに。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリック、高評価やコメントもお待ちしております。